クロノトリガーは日本のコンピュータテレビゲームソフト。ジャンルはロールプレイングゲーム。スーパーファミコン用として1995年3月11日にスクウェアから発売された。続編にあたるクロノクロスについてはリンク先の記載を参照。主人公クロノは千年祭が開催された街で出会ったマール、幼馴染みのルッカと共に 偶然の事故から時間を移動する手段を発見し、時を超えて様々な時代を行き来する中で、自分たちに降りかかる問題を解決していく。やがて後輩した時代に行き着いたクロノたちは、そこが謎の生命体、ラボスによって滅亡した、自分たちの未来であることを知る。クロノたちは失意に陥るものの諦めず、ラボスの出現した原因を突き止めて、過去と現在に戻り、 未来を変えて救うことを決意する。未来で出会ったロボットの仲間、ロボを得て、時代を巡るうちに、ラボスは、中世時代の魔王が、人類殲滅のために作り出したという情報を得る。中世へ行き、勇者、サイラスの親友であり、呪いで姿を変えられたカエルと協力し魔王を倒した、黒のたちだが、魔王は、ラボスを作ったのではなく、地底に眠るラボスを呼び起こそうとしていただけと知る。 ラボス復活の儀式の影響で巨大なゲートが開き、原始時代に飛ばされるクロノたち、そこでは、恐竜人と原始人の生存をかけた戦いが行われていた。祖先の原始人たちと共に戦い、恐竜人の狩猟を倒すことに成功したクロノ。しかしその時、天に輝く赤い星が近づいてくる。そこで、原始人の長であり、仲間となったエイラの呟いた言葉、ラボスに、 クロノたちは驚愕する。別の惑星から地球へやってきた異星地星態、それがラボスだったのだ。さらにクロノたちは時を渡り、人々が魔法を利用していた時代に赴むきラボスの力を手に入れんとする者の野望を止めようとする。しかしラボスの力は強大で、戦いの中クロノが消滅してしまう。クロノの犠牲により、ナムを逃れた仲間たちであったが、クロノを失った悲しみに暮れていた。 そんな折、同じ時代に来ていた魔王から、地の賢者であるハッシュなら、クロノを助けられる可能性を知ると聞く。地の卵クロノトリガーの力を借り、無事クロノを取り戻した一行は、魔王も加えて、再び、ラボスとの最終決戦に赴くのであった。主人公たちは過去、現在、未来にわたり、時間を超えて、冒険をする。冒険の舞台となる時代は五つあり、その数だけ、 ワールドマップが用意されている。また、過去での行動により現在と未来のワールドマップや人物などに変化が発生するケースもある。次に、各時代の特色を紹介する。なお、AD はガルディア王国歴、BC はガルディア王国歴前で、AD1 年はガルディア王国の成立年である。原始原始の世界では、猿から進化した人間と、 恐竜から進化した恐竜人がおり、それぞれが大地の掟に従って、次の時代への生き残りをかけ争っている。人間たちは縦穴式住居を築き、小集落を形成している一方、恐竜人たちはコロニーに大集落を作り上げている。また人間たちは恐竜人と戦うオ家族と恐竜人を恐れて森に隠れ住むラルバ族の二つに分かれている。 各地で火山が噴煙を上げており、その合間に平野とジャングルがある。古代古代は雪と氷に覆われた極寒の世界であり、現代では失われた魔法が使われていた時代である。陸地はわずかに残るばかりで地表のほとんどは海で占められている。魔法の能力を持つか否かで人は二つの階層に分かれている。魔法を使うことができない人間は、 厳しい環境の中ひっそりした生活を強いられている。一方、魔法を使うことができる人間は、浮遊大陸に魔法によって支配される王国を築き、常に魔術を磨いていた。後に、大陸の大半が海中に沈むが、AD600 年に地形変化などは起きていない。中世中世では、魔王がモンスターの軍を率いて、世界の征服に乗り出している。 人間側の唯一の希望である勇者サイラスは青年剣士グレンと共に魔王討伐を志すがサイラスは敗れ人々は絶望の淵に立たされていた現代ガルディア王国の千年祭を祝う平和に酔いしれる現代電気ガス水道などの一般的なライフラインが普及している王国に住む少年クロノは祭りの会場で一人の少女と出会う その後、幼馴染みの科学者ルッカが発明したテレポットという転送装置がきっかけとなり、遥かなる時間をめぐる冒険に旅立つことになる。世界崩壊 AD1999 年ラボスの日1時24分、6000万年以上もの長きにわたって地中深くに潜んでいたラボスが地上に姿を現すことにより地球は死の星となる。DS 版では タイムワーアップ時にこの時代にカーソルを合わせると、ワールドマップが確認できるが、ラボスとの戦い以外で、冒険の舞台として歩くことはできない。なおこの時代のラボスとの戦いに敗れると、それにより、世界が滅ぼされる様子が描かれた、バッドエンディングが流れる。未来、ラボスによって世界が崩壊したその後の時代。地形、文明は崩壊、既存の国家や市町村はべて滅亡し、 氷河期が再来しつつある全てにおいて絶望的な世界。人々は地上に残るシェルターでわずかに生きながらえていたが、食料の枯渇が深刻化しており、生きる希望を失っていた。廃墟の街には暴走した機械や環境悪化により出現したミュータントが溢れ、人々に牙を向く。自分たちの世界の結末を変えるために、クロノたちはラボスを倒すことを決意する。 黒の夢古代でラボスを呼び覚ました後の海底神殿が変化した姿。本作のラストダンジョンであるが、ここを訪れなくてもラボスと戦うことは可能。時の最果てすべての時代に通じていて、どの時代にも属さない時空を超えた謎の場所。物語を進める上で黒のたちの拠点となる。括弧内は英語版黒のトリガー及び任天堂 DS 一色版における 英語設定での名前。日本語版とは異なる名前になっているキャラクターも多い。日本語版での名前に英文字綴りがあるものは日本語版、英語版の順に記すなおすべてのプレイヤーキャラクターは登場時にプレイヤーが名前を付けられるためその際の初期名を記す黒の本作の主人公。17歳の少年。現代のガルディア王国で母親と暮らす。 普通の町民だったが、マールとの出会い、ルッカの発明による事故から、世界の未来を守るための戦いに身を投じることになる。セリフは喋らないが、特定のエンディングで、唯一のセリフが用意されている。逆だった、鮮やかな赤い髪と鉢巻きがトレードマーク。公式イラストでは、ほとんどの場合左手で刀を持っている。最初はパーティーから外すことができないが、終盤では、 フリーメンバーとなる。終盤で死亡するイベントがあり、復活させるイベントもあるが、彼を復活させなくてもクリア可能。その場合、エンディングの内容は、仲間が彼を蘇らせる方法を探すものになる。PS 版および DS 版で追加されたエンディングでは、マールと結婚する、ハッピーエンドが追加されている。使用する武器は、日本刀。属性は10。 雷系の魔法を使う。日本刀とアマ属性の魔法による攻撃がメインになるキャラクターである。クロノクロスでは、クロノたちが死亡した歴史のクロノが登場。子供の姿になっており、最初は年相応の幼い口調だった。最終決戦に向かうセルジュに対し、様々な真実を告げ、新たなるクロノトリガーと言葉を手向けた。 マール・クロノが千年再会場で出会った16歳の少女。綺麗な金髪をポニーテールにしている。AD 千年のガルディア王国の王女であり、本名はマールディア。名前を変更した場合は、名前の最後にディアがつく。天真爛漫でおてんばな性格。しかし、実際は臆病で泣き虫な面も持っており、自分を助けてくれたクロノには強い信頼を見せている。 城を抜け出した際に、黒野と出会い、そのまま彼と共に千年祭を回ることになるが、ルッカの発明の事故により中世へと飛ばされてしまう。黒野によって助けられるが、現代では、黒野がマールを誘拐したという扱いになっており、黒野は裁判にかけられることとなってしまう。大臣の暴略で、黒野の処刑が決定したため父親に反発し、黒野を助けて、城で、 そのまま未来の時間へ逃げる形で移動し黒のたちと旅をすることに。武器は防岩もしくは弓。属性は水、その中でも氷系の魔法を主に使う。初期段階から回復技を使うことができ、攻撃魔法、回復魔法、蘇生魔法、補助魔法を覚えていく。魔力が高いため回復魔法の効果が高いが、一方で、攻撃魔法で強力なものは覚えないので終盤は、 支援面が強く出る。クロノクロスでは、クロノたちが死亡した歴史のマールが登場。子供の姿になっており、主人公セルジュたちに様々な真実を伝え、最終決戦に向かう彼に皿を助けてほしいと懇願した。ルッカクロノの幼馴染である19歳の少女、紫のショートヘアで顔が出るタイプのヘルメットを着用しており、メガネをかけている。 大の発明好きで自分の才能に強い自信を持っている。機械やロボットを作ったり直すのが趣味で、彼女の開発したテレポットから事件は始まる。10年前の母、ララの両足に関する悲劇を止められなかった自分を責め、それ以後、機械に興味を持つようになる。ガンを武器として使う。属性は火。炎で敵を焼き尽くす魔法を使う。家族性の魔法と、 各種発明品による攻撃が強力なキャラクターである。魔力が高いため、非属性の魔法は大ダメージが期待できる。特に終盤で使用可能となるフレアは強力。カエルが元のグレンの姿に戻るエンディングでは彼に対しハンサム発言をしたり、ガルディア城のある兵士の顔には攻撃をしなかったりと、ハンサムには目がないという一面もある。また、マールが クロノに対する行為をはっきり示すのに対し、彼女には恋愛に興味を示す描写があまりない。だが、クロノ復活のイベントではパーティーからマールを外し、ルッカだけを入れている状態。ラジカルドリーマーズではヒロインキットの姉代わりだった。クロノクロスでは、ルッカ・シティアというフルネームが設定されている。そちらでは、個人を営んでおり、ヒロインキットにとって、 姉同然の存在であった。ルッカ本人は登場しないが、クロノたちが死亡した歴史のルッカが登場した。子供の姿になっており、ヒロインキットにまつわる様々な真実を語った。また PS 版クロノトリガーではこのキットらしき赤ん坊を拾うエンディングが追加された。後に発売された PS ゲームゼノギアスでは、再序盤に色々な情報を教えてくれる。 ゲストキャラクターとして出演している。ロボ未来のプロメテドームで壊れかけたまま放置されていたロボット。偶然通りかかったルッカが修理し仲間となった。未来での本名はプロメテスだが、マールの助言を受けたクロノが勝手にロボと名付けてしまった。製造番号は R-66Y。内蔵されたロケットパンチやレーザーによる攻撃。 さらにはビームによる回復など多彩な技を使う。レーザー等の内蔵武器を除けば、素手での打撃や体当たりを主体とするが、アームの部分が乾燥可能な武器となっている。ロボットのため属性はないが、スペッキオによると、レーザーなどの武器が名攻撃によく似ているらしい。本名はプロメテス。その正体は、未来世界において人類の駆逐を考えるコンピューターシステム。 マザーブレインが人類抹殺のために生み出した戦闘兵器。終盤のサブイベントでは自らの正体を知りながらも黒のたちと共に戦う道を選び力を合わせてマザーブレインを倒した。クロノクロスではいてついた炎を守るシステムとしてプロメテウスが登場。ロボとは別人であるが人格を持っており、口調はロボと酷似している。 また PS 版クロノトリガーで追加されたエンディングムービーではロボを小型にしたようなロボットをルッカが連れている。カエル中世、ガルディア王国の騎士。ガルディア王国前騎士団長であった親友、サイラスの意志を継ぎ、新たなる勇者として伝説の剣グランドリオンを手に戦うことになる。元はグレンという名の人間だったが、魔王の呪いによりカエルの姿となってしまい。 それ以来正体を隠して、リーネオヒを影から守っていた。古代で魔王が死んだ場合にはエンディングで人間の姿に戻る。また、PS 版のエンディングムービーでは、魔王が倒されたか否かに関係なく人間の姿で登場する。元の姿に戻った後に、中世の王女と結婚するパターンもある。武器は西洋の剣。属性はマールと同じく水だが、攻撃魔法は、 水の力を使うウォーター系となっている。攻撃魔法と回復魔法の両方を使うことができる万能戦士。実力では人間の姿であった頃からサイラスの上を行っていたが、グランドイオンを使えなかったため魔王との戦いでは何もできなかった。ゲーム中、街や建物、ダンジョン等の中では、 静止時及び戦闘時は日本足で直立するが、移動時はまさに蛙のように四つ灰で飛び跳ねて移動する。彼の存在は、続編、黒のクロスにおいて、後世に名を残した伝説の剣士として知られている。続編、黒のクロスでは、カエルの有名にあやかって、グレンと名付けられた青年が登場する。血縁関係は一切ない。エーラ原始時代の集落、イオカ村の長。 24歳。パワフルで、セクシーな女性。片言な口調が特徴。強いものを好み、特に黒ノには好意を見せている。ストーリー中、マールの先祖であるらしいことが示唆される。武器は使用せず、パンチキック噛みつきなどの肉弾戦を得意とする。その特性上、武器は装備変更できないことになっており、拳で固定されているが、レベルアップをすることでこの、拳は、 段階的に同盟だが、クリティカル率が高い拳に、レベル24とレベル48に変化し、さらにレベル72まで上がると、クリティカル率もさらに上昇して、混乱の追加効果がある、鉄拳、そしてレベル96になると、クリティカル率は、初期の拳よりも低くなってしまうものの、クリティカル時には9999 99ダメージが出る、合拳へと変化する。 ただし変化タイミングはレベルアップした瞬間ではない。なお、裏技を使用することでアイテムとして入手することもできる。攻略本には合剣はレベル97と記載されているが誤りである。ゲーム中、街や建物、ダンジョン等の中では、静止時及び戦闘時は日本足で直立するが、移動時は両腕を前足のように使い一か歩行する。魔法が栄える。 以前の生まれのため、魔法は使えず、属性もない。しかし、色仕掛けで、相手からアイテムをプレゼントさせる技を唯一持っており、貴重なアイテムなどを手に入れることが可能。続編、黒のクロスでは似たような設定の少女、リーヤが登場しており、彼女は、生まれた子供には、エーラという名前を付けると告げている。名前は、大地の子エーラに由来している。魔王中世。 ガルディア王国の平和を脅かす魔族を滑る存在。後世では、ラボスを生み出して、世界を滅ぼそうとしたと伝えられているが、実は、古代ジール王国の王子邪気が成長した姿であり、自分と姉のサラの運命を狂わせた、復讐のため自らの手で倒すために、ラボスを目覚めさせようとしていた。終盤で加入する最後のパーティーメンバーだが、このキャラクターのみ、 特定の選択肢を選ぶことで仲間となる。DS 版で実装された各詞、ボス、夢食い戦では、ラボスが倒された歴史からやってきた魔王が登場。夢食いに取り込まれた皿を助けようとするが力及ばず、敗退。姉を助けられなかった無力さから己の存在を否定し、記憶を失った状態でどこかの時代へと流れ着くというエンディングが描かれた。戦闘では鎌を武器とし、 回転しながら敵を切り裂く。属性は名だが、天根、火、水、銘の4種全ての魔法を使うことが可能で、魔力の値がかなり高い。ただし、特定の条件でしか仲間との連携演技は出せない。唯一デフォルトの名前が漢字のキャラクターであり、魔がゲーム中で小さい文字として表示されるとき、複雑な文字を限られたドットで表現できないためで表記される。 ラジカルドリーマーズにも主要キャラクターとして登場しており、続編、黒のクロス2では、その設定を想起させるキャラクターとして、魔術師アルフが登場している。プレイヤーキャラクターに関して言えば、これらはデフォルトの名前であり、5文字までなら自由に名前を変えることができる。また、タイムマシンであるシルバードの名前も同様に変更可能。ただし漢字を使うことはできないため、 魔王だけは一度名前を変えると、通常の方法では元に戻せなくなる仕様だったが、DS 版に限りセレクトボタンで、初期設定の名前に戻すことが可能。強くて、ニューゲームを行った場合、すべての名前はデフォルトに戻される。名前を変えた場合、エーラがクロノを呼ぶ名前は、戦闘の2文字、マールの本名は、全3文字でや、魔王軍の名前は、名前軍に変わる。なお、 名前を変える際は、シルバードも含めて同じ名前にすることはできない。ガルディア33世紀現代のガルディア国王、マールの父。真面目で融通が効かないところがあるが、マールのことは自分なりに心配している。高血圧のため、パレポリのハイパー星肉を苦手としている。虹の貝殻入手後、二世大臣にはめられ王国裁判にかけられるが、クロノたちの活躍により無事救出され、 自身の不器用さを反省して、マールと和解した。アリーチェ・ガルディア王妃で、マールの母。個人。ボッシュ千年祭で武器を売っていた、メディーナ村の外れに住むカジヤ。その正体は、古代、ジール王国三賢者の一人で、ジール王国では、命の賢者と呼ばれていた。タバンルッカの父で、同じく発明家。強力な武器や防具を作って、ルッカを助ける。ララルッカの母。 発明には無関心。10年前にある事故に巻き込まれ、両足の自由を失ってしまう。名前の綴りは日本語版では、ララ、英語版では、ララと異なるが、彼女の名前の綴りがあるイベントに影響をもたらす。ジナクロノの母。クロノたちの旅の行方より、飼い猫の世話に関心がある。ララとタバンとも知人。何事にも動じない性格で、カエルやロボ。 魔王党の仲間を見ても常にマイペースで接する。ノルシュティン・ベッケラー暗闇に浮かぶ顔と手だけの人物。千年祭にてテ,テントを張り、ノルシュティン・ベッケラーの実験小屋と称して3種類のミニゲームを行っている。ファイナルファンタジー6からゲストとしてビックス・アンドウェッチが新たな仲間ピエットと共に登場するほか、景品としてもらえるドッペル君は、 クロノの復活に必要なアイテムとなる。未来にいるガッシュが彼のことを知っていた。現代にいながらにして、ミニゲームの景品を過去、未来に送ることができる。ビネガー発生中世のビネガーの子孫。魔物の村メディーナで尊重をしており、態度が大きい。終盤で魔王を仲間にした後、隠しボスのビネガーたちを倒すと魔族と人間が仲良くなる世界へと変わっており。 彼の立場も変化して、尊重宅で下働きとして働いている。ガルディア21世、AD600 年の時点でのガルディア国王。魔王との決戦で剣を取るが倒れて一時期寝込んでいた。リーネ AD600 年のガルディア王妃。年齢よりも若く見えかみがたいは、マールとそっくり。特定のエンディングでは、カエルと結婚する。現代で千年祭が行われている。 リーネ広場は、彼女の名前に由来する。サイラス中世、ガルディア王国の前騎士団長。必殺技は、ニルバーナスラッシュ。グラントリオンに挑んで、グランドリオンを入手。バケけ、カワズゴールデンフロックを退治して、勇者バッジを取り戻した。10年前、伝説の剣グランドリオンを携え幼馴染みで、親友のグレンと共に、デナドロサンデマ王に戦いを挑んだが、 力及ばず廃止。その後、魔族が北の廃墟に彼を冒徳する墓を作って葬った。それから400年後まで廃墟に亡霊として泊まり続けることになるが、とあるイベントで魂が救われる。そして、墓に刻まれる言葉も彼を称える言葉になる。剣術そのものでは、カエルの方が腕前が上であると本人が発言しているが、騎士団長に出世して、 グランドリオンに認められたことからも彼、本人も屈指の実力者であったことが伺える。ビネガー魔王軍の将軍の一人、狡猾な罠を駆使する軍事参謀。身を守ることに非常に長けており、ピンチになるとすぐに逃げてしまう。後にパワーアップしてグレートビネガーとなる。魔王がいなくなってからは彼が変わって魔王の地位につくが器ではなかった。 中世に飛ばされてきた邪気を最初に見つけた。口癖はビネガピンチ。名前の由来は酢の英語名、ビネガー。英語版の名前の由来はオジー・オズボーン。三将軍の名は日本語版では調味料、英語版では実在するミュージシャンの名前をもじったもので統一されている。続編、黒のクロスにも登場する。マヨネーマ王軍の将軍の一人。 外見は美しく、巨乳だが、実はオカマ。肩書きは、空増しで、その名の通り空間全体に効果をもたらす魔法を、得意とする。ときめき熱視線という、投げキスで相手を自分にメロメロに洗脳する技も持つ。後にパワーアップして、スーパーマヨネーとなる。名前の由来は、マヨネーズ。英語版の名前の由来は、ミュージシャンのフリー。続編、黒のクロスにも登場する。 ソイソウ魔王軍の将軍の一人、青色の皮膚を持つ、正々堂々の勝負をもんじる剣士、外の利剣士の肩書きで呼ばれており、カバネを操る術を使うが、自身が戦う場面では魔法に頼らず己の剣術の腕のみで戦う。ただしビネガーのミックスデルタに協力しているため、魔法自体は使える模様。後にパワーアップして、スーパーソイソウとなる。 名前の由来は、醤油の英語名、ソイソース。英語版の名前の由来は、ミュージシャンのスラッシュ。ビネガー、マヨネー、ソイソーの3人をまとめて指す名称として、魔王三大将軍がある。この他に、サンマキシという呼び名もあるが、ゲーム本編のテキストには登場せず、攻略本、黒のトリガーザパーフェクトや、続編の黒のクロスで表記されている名称になっている。 続編、黒のクロスにも登場する。たーたひょんなことから勇者バッジを拾ってしまった少年。それが原因で勇者として崇められることになる。本人はいたずら好きで臆病な普通の村の少年だが、彼が勇者として魔王を倒しに行くエンディングも存在する。止まればイン虹色の貝殻を求めて旅をする冒険家。情報通でもあり、それに裏打ちされた推測力も、 なかなかのもの。酒が大好き。AD1000 年のチョラスの街の酒場には彼の子孫のトマ13世がいる。続編、黒のクロスには子孫のトマ14世が登場する。不要な戦争で砂漠化した森を蘇らせようとする壮大な計画を抱く女性。魔王との戦いに出た夫のマルコの帰りを一人待っている。 計画に多大な時間がかかるのは重々承知していただけに永久に動けるロボを頼っている。魔王の下辺マノリア修道院や魔王城に救う魔王城の戦闘員。太めの体で青い服を着た個体と全身紫の個体がいる。また、グランドイオンが眠るデナドロさんに登場するオーガンに似た個体も複数いる。バンタタバントルッカの祖先。ガルディア王の依頼で リーネ王妃へのプレゼントを作っている。最色剣美の娘を欲しがっていた。グラント、リオン・グランドリオンに古代より宿りし精霊の兄弟。合体して、巨大な姿に変身できる。赤い石で作られたナイフに込められた、ボッシュの希望が生命を得たもの。赤きナイフは、ドリストーンが持つその特性により、魔人機からラボスエネルギーを吸収し、グランドリオンへとその姿を変えた。 続編、黒のクロスにも登場する。ヤクラリーネ王妃を誘拐した魔物。大臣に変身していた。AD1000 年には、彼の子孫でより強力なヤクラ13世が登場。黒のたちへの恨みは子孫にまで伝わっていたことが判明する。その子孫も、また大臣に変身して、王国の乗っ取りを画策していた。ガッシュ廃墟のドームで機械仕掛けのヌーと共に暮らし。 死の山について研究している。タイムマシン、シルバードの開発者。実は、古代、ジール王国三賢者の一人、リノ賢者。物語が進むと死亡し、ヌーに、自らの頭脳を移植する。最初に未来に訪れた時期に、監視者のドームへ行くと、生きている彼に会うことが可能だが、すでに精神は崩壊し、正気を失っている。 現代のノルシュティン・ベッケラーのことを知っていた。続編、黒のクロスにも登場する。ドン・アリス・ドームの長。ラボスが覚醒した、AD1999 年の情報センター長の末裔であり、ガルディア王家の血を引く。黒のたちと出会い、元気という言葉を学び、名前の希望を得る。ジョニー32号廃墟にいる暴走ロボ軍団を率いているバイク型ロボット。 スピードにすべてをかけている。黒のたちとバイクレースで勝負をすることになる。アトロポス145ロボと同じ R シリーズのロボット。色はピンク系で女性的な特徴、性格を持つ。人間に例えるとロボの兄弟姉妹のような存在。ジェノサイドームでロボとの再会を果たす。マザーブレーンロボや同型ロボットを生み出した工場の中枢コンピュータ。人間がいては 世界の復興は無理と考え、残酷な計画を実行しようとする。続編、黒のクロスでは、このマザーブレンをモデルにしたキャラクターが登場する。キーのエーラに好意を抱く青年。幼い頃に、不思議山で拾われ、後に、エーラの後を継ぎ、オカソンの首長となる。当初はエーラに関する、嫉妬心から黒のたちをよく思わず、 時間移動に使うゲートホルダーを盗み出したりもした。しかしエーラから叱咤され反省をして改心する。後のガルディア王家の祖先にあたる。原始時代の人物の中で彼のミクロノをフルネームで呼ぶことがある。ラルバ村の人々エーラたちの妖火村と異なり、恐竜人との戦いを避けて逃げた人たちが隠れ住んでいる村。空を飛ぶ巨大な生き物、プテランの世話をしている。 恐竜人原始の人間と敵対する種族、常に集団で行動する。肌が緑と紫の個体が登場する。嘆きをものともしない強固な皮膚を持つが、雷系の攻撃を受けると感電し、防御力が弱まってしまう。アザーラなきとは、リーダーと本拠地を失ったことで、その後氷河期が訪れており、ほとんどが死滅したものと思われていたが、 DS 版の追加シナリオでは、集落、竜の聖域を作って生き延びている。続編、黒のクロスでは重要なキーワードとして、彼らの名前が出てくる。アザーラ原始の人間と敵対する、恐竜人のリーダー。超能力が使え、敗下として、ニズベール、ブラックティラノなどを従えている。六千四百万年前のこの時代において、複雑なトラップや仕掛けなどを多数要する。 巨大要塞を建築するなど、同時代の人類よりも極めて高い知能を持ち、人間を、猿ともと呼ぶ。これを反映し、他の原始時代のキャラクターが片言で喋る中で、アザーラとニズベールのみ、現代的に流暢な喋り方をしている。エイラたち原始人との覇権争いに敗れ、自分たちのことを語り継ぐよう、宿敵のエイラに意志を託して滅びる。ラボスのこともある程度知っており、 未来を、という言葉を残す。なお、日本語版では、性別が明確にされていないが、英語版では、アザーラを指して、C という三人称で呼ばれており、続編、クロノクロスでも、名前のみ出てくる。ニズベール海力を誇る、恐竜人。トリケラトップスに似た姿を持つ。他の恐竜人と異なり、雷系の攻撃を受けるとそれを蓄電し、放出できる。 さらにパワーアップして防御力を高めたニズベルアールも登場する。アザーラと同じく現代的な口調で喋る。ブラックティラのかなり大型の恐竜。強力な火炎を吐いて攻撃する。また、その予備動作に当たる方向には HP 減少の状態異常効果もある。アザーラとの決戦時にタッグを組んで登場。戦うこととなる。 黒のたちに倒されてから数千万年後の AD600 には、サビ色の恐竜、ルストティラノが登場する。光の民魔法の力を使うことができる人間たち。浮遊大陸にある、ジール王国に住んでいる。地の民魔法の力を使うことができない人間たち。氷河期の大地に洞窟を掘って暮らしている。ジールジール王国の女王でサラと邪気の母親。かつては、 優しい性格だったが、ラボスの力に見入られ邪悪な存在となり、ラボスを絶対的な神と崇めて永遠の命の野望を抱く。冬大陸崩壊後は、黒の夢に潜み、最終的には巨大な顔と両手の怪物に変貌する。この戦闘に魔王を連れていると演出が変わるほか、戦闘 BGM も変化する。サラジール王国の王女で、マールの持つペンダントの最初の持ち主。 母であるジールをもしのぐ強大な魔力を持つ。三賢者が失踪した後のジール王国で魔人鬼を操作できるほどの魔力の持ち主は、らしかいなかったため、ジールに利用されることとなる。心を優しく魔力を持たない地上の民の元へも何度か足を運んでいる。ラボスが一時的に目覚めた際、悲劇的な結末を迎えて魔王誕生の原因となる人物。 無数にある未来の一つである、クロノクロスとは極めて深い関係がある。ジャキジール王国の王子でサラの弟、ラボスの力に見せられ変貌していく母に激しい、憎しみを抱き、その行為に対し不吉な予感を訴える。姉と愛病のアルファド以外には心を閉ざしている。王家の血筋ながら、全く魔力を持たないと言われていたが、本当は母を変貌させてしまった魔力を嫌っていた。 ために心と一緒に自ら封印していただけであり、実際は子供ながらに女王は愚かさらをもしのぐ魔力を秘めている。後にゲートによって中世へ飛ばされ、成長後は魔王と呼ばれるようになる。黒い風が鳴き始めたといい、人の死や不幸の前兆を感じ取る力がある。ダルトンジール女王の側近の一人、ダルトンゴーレムと呼ばれる魔法生物を刺激する。 異空間からのゴーレムの召喚や瞬間移動など空間を操る術に長けるが予言者の登場により左遷されていた。有能な魔導士だが、狡猾かつ,かつ自己中心的で尊大な性格であり、常に女王を出し抜こうと目論んでいる。だがどこか魔が抜けており、やることがいちいちせこい。部下からは球金をけちっていたことも手伝って、あまり尊敬はされていない。 シルバードをスカイダルトン玉偶座と命名するなどもののネーミングセンスが独特。戦闘では負けるたびに負け惜しみのおなら技を披露する。ジール王国崩壊後は民衆を支配し、ダルトン王国を建国しようとするが、マールたちとの戦いで異次元に飛ばされてしまう。SFC、PS 版ではそのまま消息不明だったが、DS 版では現代の次元の歪みでダルトン G として、 黒のたちの前に立ちふさがる。黒のたちのせいで、地位も財産も帰る場所も失ったと逆恨みし、襲いかかるが再度敗北。パレポリを一大軍事国家にして、ガルディアを滅ぼすと捨て台詞を残し、逃走していった。この台詞は、続編、黒のクロスを意識したものとなっている。予言者、ジール王国に現れた謎の男。顔のほとんどを隠すほどに長いフードに身を包んでおり、 表情はあまり見えない。未来の出来事を確実に予言し、女王に取り入って三賢者を排斥し、海底神殿の建設を進める。正体は、中世から戻ってきた、邪気。続編、黒のクロスでも予言者を名乗る人物が登場する。ボッシュ三賢者の一人、命の賢者。強力な魔力を持つ、ドリストーンを加工する技術を持っており、 三賢者による魔人鬼建造計画のリーダーだった。魔人鬼ができる前に用いられていた太陽石や虹の貝殻の加工技術も今ではボッシュ以外に伝える者はいなくなっている。魔王が体験した歴史ではボッシュが赤きナイフで魔人鬼を破壊してラボスが現れるに至らなかったため預言者の震言で嘆きの山に遊兵されている。後に現代へと飛ばされる。 ハッシュ三賢者の一人、時の賢者。強力な魔力を持つ。予言者の登場により身を隠し、地上の離れ小島で、地の卵について研究している。後に、時の最果てに飛ばされる。ガッシュ三賢者の一人、リの賢者。強力な魔力を持ち、ジール王国の町、黒鳥号、海底神殿、シルバードの設計者であるなど、建造に天賦の才を誇る。 予言者の登場により身を隠している。後に未来に飛ばされる。続編、黒のクロスにおいても重要人物として登場する。ドリーン赤い石に宿る精霊。グラント・リオンの姉。続編、黒のクロスでも隠し、イベントに声のみ登場する。ハッシュ時の最果てに一人たたずむ老人。その正体は、古代、ジール王国三賢者の一人、ジの賢者。黒の死亡後には、 彼の復活のためにあるものをパーティーに授けてくれる。スペッキオ寺の最果てに住む、戦の神。クロノたちの資質を見抜き、魔法を使えるようにする。スペッキオとはイタリア語で、鏡の意味で、強いものには恐ろしい姿、弱いものには弱そうな姿に見える。戦闘キャラクターのレベルに応じて、原子ガエル型、マモ型、オーガン型、ギア型、グラント、リオン型、 ヌー型の6段階に姿と強さが変わっていく。彼には魔法攻撃しか通用しない。グランとリオン型からは敵一体を虹色の光で包み込み一撃で葬り去る強烈な攻撃を繰り出してくる。倒すと携帯に応じて能力アップ系などの様々なレアアイテムをくれるが、アイテムをくれるのは各携帯ごとに一回ずつである。続編。 黒のクロスにも隠しボスとして登場する。ヌー原子から未来まであらゆる時代に存在している謎の存在。古代ではすべての生物はヌーに始まり、ヌーに終わると記された書物が存在するが、実際のところ生物であるのかどうかする怪しい点がある。原子の狩りの森には宇宙寺しか出現しない。DS 版の追加ダンジョン、の聖域では原子時代に 万人ヌー、中世に、達人、ヌーが登場するが、この二体のヌーは、同一人物である。なお、この二体が登場する二つの時代は6500万年、以上離れているが、竜の聖域自体はゲートを抜けた先に存在するため、実際にその時代に存在しているのかどうかは、明言されていない。ラボス本作の最終ボス。原始時代に、宇宙より飛来した謎の巨大生物。 そして長い時を経て AD1999 に突如として地下から出現して一瞬で世界を滅ぼした物語の革新そのもの。エイラたちの時代の言葉でラは、非ボスは大きいという意味。ラボスを消滅させ破滅の未来を変えることが本作の目的である。続編、黒のクロスにおいても物語の革新的な存在として語られている。 ファイナルファンタジーシリーズの坂口博信、ドラゴンクエストシリーズの堀井雄二、ドラゴンボールでし、もともとはクロノクロスのプロデューサーでもある、田中行道による、鳥山ワールドを再現するという企画に、クロノトリガーの名が冠されていた。もろもろの事情で日の目を見ることはなく、坂口によりサルベージされた形となっている。シナリオ全体を統括しているのは、 加藤正人であり、当時の上層部から、シナリオ名義を、上記の企画3人にするという話が出たが、ディレクターの北瀬下半、時田隆史が止めに入ったためストーリープランとして、加藤の名が残った。堀井が担当した箇所は、初期校のプロットであり、加藤が全体的なストーリープランを加筆、修正した後、各場面のイベントについて、多くのスタッフの手が加わっており、堀井は、 キャラクターのセリフや舞台となる場所の情景、仕掛け、構造などについてはタッチしていない。なお、古代編のシナリオ及びイベント、演出の制作は全て加藤によって直接行われている。冒頭で述べた通り、原作であるスーパーファミコン版の発売後、複数のゲーム機用に移植された版が存在する。この節では、それらについての概要を記載する。 各ゲーム機の英略章については、本稿冒頭のテンプレートに基づく。続編、黒のクロス発売の2週間前である1999年11月2日に、プレイステーションへの移植版が発売された。2002年1月17日には、PS1 ブックスとして、2006年7月20日には、アルティメットヒッツとして連価版が再発売となった。 2011年9月28日からゲームアーカイブスで配信が開始された。基本的には SFC 版と同じ内容だが新しい要素が付加されている。新作アニメーションムービータイトル画面を呼び重要な場面のいくつかでセルアニメが流れる。制作は東映アニメーションで鳥山明のキャラクターを再現した本格的なもの。なお、ムービー中の BGM は 関と強しのアレンジによるものになっている。SFC 版当時のオープニングデモは収録されておらず、代わりにアニメーションによるオープニングムービーに差し替えられている。イベントムービーは SFC 版のイベントに割り込む形で、ムービーが挿入されるため、ムービーと実際のゲーム中で同じイベントを表現したものを二重に見ることになる。また、パーティー編成が自由に可能なイベントのムービーでは、 街頭ムービーがそれぞれ一つしか存在しないため、そのイベント時に必ず参加する仲間メンバー以外は画面に登場しない。エンディングムービーでは大団円を迎えたメインキャラクターのその後が描かれている。また、特定のエンディングを見ると前期とは別の悲劇的なエンディングムービーが流れる。さらに、一度悲劇的なエンディングムービーを見た状態でシステムデータに上書きすると、 以降そのシステムデータを利用する限り、通常のエンディングムービーが流れるエンディングでは、その後に続けて、悲劇的なムービーが必ず流れるようになってしまう。この点は口述する DS 版において改善された。おまけ音楽、ムービー、一部の公式イラストやセルが、モンスターや技の詳細データ、アイテムの効果や入手場所のマップデータなどが見られる資料室。 見たエンディングの種類に応じて少しずつ解禁されていく。なお、ここで流れる、ある晴れた日の出会い、散りゆく花、運命へ、の3曲とエンディングムービー後に流れる、急速戦いを終えては、異色版の制作を担当した会社の作曲家が、おまけで作曲したものであるらしい。このほか、一部のセリフや演出が変更されていたり、一部のバグが修正されていたりなど細かい変更点もある。 PS 版では CD-ROM 読み込みのため SFC 版よりも処理がかなり遅くなっている。また音源が SFC 版と違うため音楽や効果音などの音質が若干変質している。PS 版には蒸気アニメーションムービーなどの追加要素のほか、ゲームデータのセーブをメモリーカードによって行うため3箇所しかセーブする場所のなかった SFC 版とは違い。 セーブデータ保存数に実質限界がないといった利点もある。PS 版の CD ロム内には SFC 版のロムカセットのデータがそのまま収められているので再生用の機器もしくはソフトウェアがあれば SFC 版としてプレイ可能になっている。2008年11月20日に任天堂 d DS での移植版が発売された。リメイクではなく、 SFC 版をベースに DS ならではの演出や新システムを追加した移植版。SFC 版のメインコンポーザー三田康則が音楽監修として参加しており、できるだけ SFC 版の音源を再現したという。PS 版にあったアニメーションムービーやギャラリーなどの要素も搭載している。2011年8月4日にはこちらも PS 版同様、 アルティメットヒッツとして連回版が販売されている。DS 版と SFC 版及び PS 版との相違点、編集システムの変更転身規追加イベント DS 版の予約特典、編集メインテーマであるクロノトリガーと、このために編曲されたクロノトリガーメドレーを三田康則が全面監修、制作、指揮して、オーケストラによる生演奏で収録したサウンドトラック、 クロノトリガーオーケストラエクストラサウンドトラックスがソフトの予約者に特典として配布された。なお、後に発売されたオリジナルサウンドトラックの DVD にも収録されている。携帯電話ゲームとして2011年4月25日よりホーマムケアイアプリ版が2011年12月22日より EG アプリ版が配信。スマートフォン用のアプリケーションゲームとして 2011年12月9日より iPhone、iPod Touch 版2011年12月22日より Android 版が配信。Android 版は2012年10月29日に Google Play でも配信開始。いずれも Nintendo DS 版がベースとなっており、DS 版の追加要素である竜の生気と次元の歪みも収録されている。ただし通信対戦ゲーム。 次元の闘技場及びギャラリーは未収録。フィーチャー本番は前後編に分かれたアプリとなっており、それぞれを別々にダウンロードする形式となっている。スマートフォン版は端末のスペックに合わせてグラフィックやインターフェースが完了され、タッチパネル操作に対応している。こちらは2018年2月28日より、同日配信の後日のスティーム版配信に合わせ、 アップグレード版にバージョンアップとなり、以前のバージョンを購入済みのユーザーは無償でアップデートが可能。スティーム版準拠でグラフィック、サウンド、操作性、画面レイアウトがリニューアルされ、オートセーブ、クラウドセーブ、アチーブメント機能が追加となり、ゲームパッドでのプレイにも対応。iOS 版は Apple TV でのプレイにも対応している。Microsoft Windows 7。 8、8.1、10対応ソフトとして、2018年2月28日より、スティームで配信開始。スマートフォン版の内容をベースにアップグレードされており、同日に、iOS 版と Android 版も、本作準拠にバージョンアップされた。DS 版の追加要素である、竜の生育と、次元の歪みも収録されているが、通信対戦ゲーム、次元の闘技場及び、ギャラリーは、 スマートフォン版同様に未収録。ファンによる非公式のリメイク版として、クロノトリガー、リザレクションの制作が進められていたが、2004年9月6日に制作停止が発表された。これは、クロノトリガーの著作権を持つスクウェアエニックスに制作の中止を求められたためと発表されている。基本的なシステムは、ファイナルファンタジーシリーズのそれに近いが、 以下のような相違点もある。本作のバトルシステムは FF シリーズの ATB を拡張した ATB バージョン2となっている。バージョン2での追加要素には以下のようなものがある。強くてニューゲームとは SFC 版では黒の夢を攻略後にセーブしてゲームクリアをすることで現れるモード。PS 版ではクリアを記録したシステムデータがスロット中のメモリーカードに存在すれば DS 版以降では一度でもクリアデータを記録していれば、セーブデータをロードする際に選択できるようになる。このモードでは任意にセーブデータを選んで、そのセーブデータのレベル、技能、アイテムを引き継いだままゲームの最初から新しく始めることができる。ただし、お金、各種ポイント、プレイ時間、一部の重要イベントアイテムは引き継ぐことができない。DS 版では次元の闘技場の 育成モンスターのデータも初期化される。また、このモードでは、ゲーム開始すぐの場所にラストボスへの道筋が設置されるため、特定のイベント中以外はいつでもラストボスに挑むことができる。よって、開始直後に黒の一人でラスボスに挑むことも可能である。エンディングは、マルチイベント発生前までに0種類あり、イベントの進行度や、特定条件によって見られるエンディングが変わる。 また、マルチイベント発生後のメインエンディングにもバリエーションがあり、それまでのプレイヤーの行動によって内容が細かく変化する。DS 版以降では、さらに新たなもう一種類のエンディングが追加されている。なお、PS 版では、システムファイルに見たエンディングの履歴を蓄積することで、DS 版以降では、クリアデータを更新していくことで、おまけ、ギャラリーの内容が充実していく。 BS アナログ放送のサテラビューで以下の4つのソフトが配信されていた。クロノトリガージェットバイクスペシャル本編中のミニゲーム、ジェットバイクだけを独立させたソフト。クロノトリガーキャラクターライブラリー見方、敵のキャラクターの詳細が載っているデータ集。クロノトリガーミュージックライブラリーゲーム中の音楽が聴けるデータ集。中身はオリジナルサントラとほぼ同一で。 ゲーム未使用曲の2曲もサントラ同様に収録されている。ただし、風の同型の曲名がライブラリー内の表示では風の憧れになっている。ラジカルドリーマーズから盗めない宝石、サウンドノベル形式のゲーム。複数あるストーリーの中の一つがクロノトリガーの続編で、後にクロノクロスの原型となった。ゲーム攻略本コミック学浮上記のほか、 複数のゲームとのカップリングで楽譜が収録された書籍がいくつか存在する。音楽 CD、サウンドトラックコンピレーション1996年7月31日に v ジャンプフェスティバル96にてアニメ化されて上映された。月刊 v ジャンプで連載されていた漫画、時空冒険ヌーマモンジャーをベースとしたギャグアニメ作品。なお、劇中冒頭のタイトル表示は、 漫画と同じくカタカナで時空冒険ヌーマモンジャーだが、プロダクション IG による作品名表記はひらがなで時空冒険ヌーマモンジャーとなっている。キャスト、編集スタッフ、編集スクウェアエニックスによる各機種公式サイトスクウェアエニックス以外によるサイト、ありがとうございます。